はい、What's up、 哲也です。今日は飯山あかりだけ意図的に排除、 TBS は放送法違反というテーマでお話したいと思います。一昨日、須藤元気参院議員が来る4月28日に実施される東京15区の衆院補選に出馬することを表明し、ね、記者会見を開きましたよね。マスコミは早速、ね、この件を報道しましたよ。しかしね、すでにご承知の方も多いと思いますけれども、実は TBS の報道に不可解なことがあったんですよね。それでネット、とりわけね X 界隈でね、ちょっとした騒ぎになっています。報道機関としては当然ながら、報道内容にはね、まあ極力適正を期すこと、まあ、より具体的に言えばですね、できる限り客観性と公平性が、まあ、保たれていることが求められるわけですよね。特に政治に関する報道が適正になされていないと、まあ、有権者はね、マスコミ報道の影響を受けやすいということがありますからね、民主主義の根幹を揺るがすことになりかねませんよ。だから特段の注意が必要なんですよね。ところが、日本のマスコミ報道を見てるとね、最近時々思わず、ってね、首をかしげたくなるようなことがね、起きてるんですよね。まあ、例えばですね、飯山あかりさんがね、3月30日にこのようなポストをしてますよ。秘宝、日本保守党と飯山あかり、今日も読売新聞に完全無視される。下向き矢印で、私、鬼や悪代官と戦うやる気のあるみんな、今日も一緒に頑張っていこうぜ、というふうにね、こう気を取り直したようなことを書いてますね。まあ、桃太郎の気持ちなんでしょうね、おそらく。で、読売新聞はどんなことを書いてたかというとですね、こういうタイトルの記事なんですね。3月30日付の読売新聞ですね、衆院選を知る、衆院東京15区補選は情勢混沌、小池氏支援候補に自民対応を見て、立民は新人擁立へ、というタイトルですね。URL を貼っておきますので、概要欄にでも貼っておきますのでね、詳しく見たい方はこれを読んでいただきたいと思いますけどね。まあ、この表を見ればね、大体書いてることはこういうことだったわけですよ。自民党、公明党、立民、維新、共産、国民とね、どういう情勢かということを全部こう要約的にこういうことを書いてたんですね。しかし、この飯山さんのことについては、つまり日本保守党のことについては何も書いてないと、言及なしだったということですね。だからそんなものは存在しない状態になってたということなんですね。僕はこのいびつな報道姿勢を知りね、翌日 X に次のようにポストしたんですね。日本保守党の街宣にはこれだけの人が集まっているのに、読売新聞は日本保守党や飯山あかりの名を全く出さないようにしている。果たしてこれで真の報道機関と言えるのかとね。はい、見てくださいこれね、数百人、2、300人ぐらいはね集まってたと思うんですよ。普通の街宣だったらね、まあ20人程度ですよ。こんなに集まることって普通ないですね。凱旋というか、これあれですよ、辻出しですからね。東京15区の情勢については他の大手新聞もね取り上げていましたけれども、まあ読売の変更ぶりは特に際立っていましたよ。しかしこうした露骨な変更報道はテレビ報道にも見られるんですね。4月4日にもですね、あれと思うような報道があったんですね。先ほどから言ってることなんですけど、見ていない方もおられると思うので動画を流しますね。20秒弱の短い動画なので2回流すことにします。特に最後の方にご注目くださいね。衆議院東京15区の補欠選挙は、柿沢未途前法務副大臣の議員辞職に伴い行われるもので、須藤元気参院議員は無所属で出馬するということです。東京15区補選にはこのほかご覧の方々が立候補を予定しています。衆議院東京15区の補欠選挙は、柿沢未途前法務副大臣の議員辞職に伴い行われるもので、須藤元気参院議員は無所属で出馬するということです。東京15区補選にはこのほかご覧の方々が立候補を予定しています。いかがでしたか。 TBS はこの映像を流しながら、アナウンサーは次のように読み上げていました。衆議院東京15区の補欠選挙は、柿沢未途前法務副大臣の議員辞職に伴い行われるもので、須藤元気参院議員は無所属で出馬するということです。東京15区補選にはこの他にご覧の方々が立候補を予定しています、ということでこの写真が出るわけですよね。映し出されたのはこれですよ。左から立憲、酒井夏実、
維新金沢由衣、共産小包あずま、賛成吉川里奈、それからこれ、無所属の音竹博忠ですね。これ、ファーストの会の推薦ではありますけどね、こういう形で、顔と名前を出してるんですよ。党名も出してるわけですね。ところが日本保守党の飯山あかりさんだけ全く出してないということなんですよね。これ特にね、なんかちょっと嫌な感じするのは、真ん中の男性ですね、この共産党を真ん中に持ってきてるでしょ。しかもね、この人だけニコッとねなんかヨン様スマイル、ヨン様スマイルっていうのかなそんな顔させてですね、あとはもう割とこうブスッとした顔じゃないですか。こういうなんか印象操作してるのが変だなと思うんですよね。飯山あかりさんはこのようにポストしています。 TBS は飯山あかりと同じく無所属諸派である音武氏と須藤氏については報じつつ、飯山あかりについては言及すらしていない。これは公共の電波を使う放送事業者に対し、番組の編集にあたって政治的に公平であることを求める放送法第4条に抵触する違法な報道ではなかろうかというふうに書いたんですね。僕はこのようにリポストしました。放送法第4条は、放送事業者が番組を制作するにあたって公安及び善良な風俗を害しないこと、政治的に公平であること、報道は事実を曲げないですること、意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすることの4項目を義務付けている。今回 TBS の報道は放送法第4条に明確に違反しているとも、と書いたんですね。ただ世の中にはね、いろいろと分け知り顔で言ってくる人がいるんですよね。でもね、僕の見ている限り、このような偏向報道、差別報道に対してですね、納得のいく理由を示してくれる人はただの人にもおりませんでした。例えばですね、飯山さんが日本保守党という政党要件を満たさない政治団体からの出馬であり、諸派だからではないかという人もいたんですけどね、これは飯山さんも言ってるようにね、それなら須藤元気さんや音竹さんを紹介するのは変でしょ。いやいや、須藤元気さんはね、現役の国会議員だからだし、音竹さんはファーストの会という政治団体が推しているだけではなくて、自民党という政党要件を満たす公党が推薦したのだから、紹介したんだという人もいるんですよ。ただね、僕は国会議員と民間人を差別する理由が分かりませんし、自民党は音竹さんを直接公認した政党ではないわけですよね。推薦とは言っても推薦の方向性を示しただけで、まだ推薦を党内で正式決定したわけでもなかったんですよ。だからどれも納得のいく説明とは言い難いものだったんですよね。ところでね、このような差別報道を受けた本人である飯山あかりさんは、早速ご自身の、YouTube チャンネル、これ飯山あかりチャンネルですね、そこで、この件を問題として取り上げたんですね。そこでは TBS の偏向報道、差別報道の事実だけではなくて、 TBS が飯山さんに対してね、差別的な扱いをする理由についても踏み込んで語っていましたよ。その理由を飯山さんの言葉を借りて簡潔に言うとですね、 TBS が飯山さんのことを嫌いだからとのことでした。嫌いだからということでしたね。嫌いか、そういうことで報道するしない決めるんですかね。そんな好き嫌いといったら感情ですよね。感情で報道するかしないか決めていたとしたらね、公共の電波を使う事業者としてあまりにも幼稚すぎますよね。飯山さんの言い分の詳細についてはね、概要欄に URL を貼っておきますので、興味がある方はぜひ飯山あかりチャンネルで直接確認していただければと思います。この動画ではね、その要点を僕の方で短くまとめて皆さんにお伝えしようとも考えたんですけどね、X を見ていると、竹郷さんがね、とても上手に短くまとめておられたんですね。ですから、ちょっと申し訳ないけれども、そちらの方を使わせていただくことにしたいと思います。竹郷さん、すいません。というか、ありがとうございます。こういう内容ですね。他局は東京15区補選の候補予定者の中に飯山あかり先生を挙げていますが、TBS は放送法4条を無視するかのごとく、飯山先生を除外して報道。1、須賀川記者主演監督のドキュメンタリー映画「戦場記者」の潜在写真が戦場ではないレバノンの港の爆発写真だったことを飯山先生に指摘されるや、
慌てて差し返しにサンデーモーニングで VTR の中のハマス幹部の写真をなんちゃって生成 AI フェイク画像だというや、飯山先生がその誤りを指摘して翌週に訂正謝罪させられちゃったので、飯山先生を逆恨みした TBS はとうとう飯山先生を東京15区補選の候補者リストから外すという暴挙に出ました、というふうに説明してくれてますね。この通りなんですよね。大体言ってることはこういうことでしたね。まあ、あの2つの写真を TBS があの使った2つの写真を飯山あかりさんがこれ違うよと指摘したんですよね。で、1つは竹郷さん言ってるようにね、須賀川記者が主演監督した戦場記者という映画の宣材写真の中で使われてたその写真がですね、実際のあの戦場ではなかったと、なんかレバノンの港の爆発事故かなんかを背景にね撮ってたんだと。で、それを飯山あかりさんがすぐ気がついてね、これ間違っとるやないかというふうに指摘したらしいんですね。そしたらまあこそっとね差し替えたらしいんですけどね。それからもう一つはね、やっぱりサンデーモーニングで VTR の中の、まあ、ハマスの幹部の写真、これはあの贅沢な暮らしをしている写真なんですよ。で、それを見せてね、これはね生成 AI が作ったフェイク画像だよと、こんな風にハマスに対するアンチが、変なことしてきますねっていうようなことを言ってたみたいなんですけど、今から10年ぐらい前の話で、あの当時はね生成 AI というのはなかったんですよね。で、これは全くもう本当の写真だったわけです。ですから飯山あかりさんがですね、これは本当の写真だよって当時自分も見てたからと、エジプトかどっかでね、だからこれはね本物の写真なんで生成 AI だフェイクだというのはおかしいというふうに指摘したわけですね。それでまたねこっそりとホームページで、差し替えたと。で、間違いがあったかもしれないので差し替えましたみたいなことを書いてたって、その時に飯山あかりさんから指摘されたことも何にも言ってないということなんですね。ただまあ間違いを指摘された人たちはムカついたんじゃないかというふうなことを言ってましたね、飯山さんはね。まあそういうことが本当だとすれば情けないなと思いますね。まあこうした飯山さんの訴えを知ってね、多くのインフルエンサーが X 上に次々と声を上げたんですね。例えば橋本琴恵さん、これは許されない、特定の候補者が好きだろうが嫌いだろうが公平な選挙を守るため放送法第4条で放送の在り方が決められています、反社会行為ですというふうに書いてますね。それから元都議の吉田浩一郎さんはこう言ってますね、選挙という民主主義の根幹をなすニュースについて事実を公正に報じることができない TBS 放送免許剥奪を、というふうに厳しいですね。いいですね、吉田浩一郎さんもこの厳しさが好きなんですよね。それから僕はいつも引用している城之内美奈さんですけども、CNKRKP、 これは何の略かというと、チャイナと韓国と朝鮮民主主義人民共和国の略です。それ系グループ、共産系グループの社員がそれぞれ強力な勢力を形成する TBS、 飯山あかり広報だけ画面に表示せず、やっちまったな TBS、 というふうに書いてますね。まあ、あの日本人じゃない人がかなり力を持ってるという話はよく聞きますね。これどこまで本当なんでしょうかね。それから田舎暮らしの正越さんはこのように書いてますね、 TBS は反日朝鮮半島人の巣窟、日本を守る勢力を潰すためなら何でもあり、 TBS は報道機関ではありません、売国クズアジビラにも値しませんね。皆さん何がおかしいかすぐ分かりますか、分からないとすればあなたは TBS に洗脳された朝鮮脳ですと。厳しいっていうかすごいねみんなね。香港さんはこう書いてますね、報じないのはなぜ、放送法第4条など関係ないということ、うん、意外とまともな普通のこと書いてますね、香港さんは冷静ですね。僕はこのように書きました、これは明らかに放送法違反、まさに公共の電波の私物化、許せないというふうに書きましたね。拡散希望、リツイート協力お願いしますとも書きました。いかがですか。放送法は国民の共有財産、括弧公共財であるね、電波をただ同然の安い使用料で独占的というか、正確に言うと寡占的に使わせてもらってるわけじゃないですか。そして大儲けをしているわけですよね。にもかかわらず電波利用の私物化をするなんてね、とんでもないことであり絶対に許されることではないと僕は思います。ではこれから日本の放送局、まあ、放送事業者ですが、それがいかにね
格安な料金で国民の共有財産である電波を使って大儲けしているかということについてね、具体的な数字を挙げてね説明することにしたいと思うんですよね。と言いたいところなんですけども、ちょっと時間がだいぶ伸びてきましたね。続きは次の動画で詳しくお話ししたいと思いますので、ぜひ引き続きご覧いただければと思います。